コンベア440はアメリカ合衆国のコンベア社が開発したレシプロ総発旅客機である。コンベア340のストレッチ型であり、胴体をさらに0.83メートル延長した機体である。また他にもエンジンの強化や気象レーダーの搭載など多岐にわたって改良されている。そのため、コンベア百四十の一連のシリーズとして、コンベア四十、三百四十 440といった呼ばれ方をする場合もある。また、それぞれをターボプロップ化したコンベア580、600、640もある。全部で153機が生産された。また、相性をメトルポリタンとされている。なお、発展型としてエンジンを E ランド車のターボプロップに変更したものが、カナデア CV-540 であり、カナダ空軍では、 CL-66 として使われた。日本では全日空がコンベア440を新造機2機1959年から導入した。油圧装置が装備されていたため、離着陸時に耳が痛くならないとの評判だった。主に艦船に投入して日本航空のダグラス DC-4 のライバルとして活躍することを目論んだが、1960年には、 日本航空が DC-8 の導入で余剰となった大型国際線専用機の DC-6 や日本初のジェット旅客機であるコンベア880を導入したため、やむなくローカル線に回され1965年まで運用した。ありがとうございます。